慶応グリーンサービス株式会社は、生花店、フラワーショップ慶応を経営する日本の株式会社。慶応グループに属する。本社は、東京都府中市。コーポレートスローガンは、花と、笑いがんとありがとう。1984年5月22日、慶応グリーンサービス株式会社設立。慶応電鉄沿線で、花屋である、フラワーショップ慶応の営業を行うほか、 歌ュエ企業や、慶応プラザホテルでのホテル創価も手掛けている。2007年4月1日、慶応グループ内の事業再編により、慶応レクリエーションに吸収合併。成果販売部門、フラワーショップ慶応は、慶応リテールサービスに吸収分割。かつては造園業も行っており、西武造園、西武緑化管理、横浜緑地、東急グリーンシステム、石章エクステリア、 東武緑地、京成原園芸、グリーンアーツ、京急緑地開発などと同様、関東大手施鉄における鉄道系造園会社の一つでもあった。また、京王電鉄が運営する植物園、京王フローラルガーデン安住の管理業務も行っていたが、後に管理業務は三井不動産グループの第一園芸に委託されている。以下の業態の花屋を経営している。 現行店舗の詳細については、公式サイト、店舗情報を参照。京王百貨店や京王電鉄の駅ビル、駅中商業施設の京王クラウン街といった、京王グループの商業施設に出店している。メインとなる、店舗業態。フラワーマルシェ、プロデュースドバイフラワーショップ京王として、2店舗を運営している。フローレットとして1店舗を運営。京王線のターミナル駅である。 新宿駅には3両体の店舗が全て揃う。その他に2008年頃までは地上駅時代の調布駅構内で花の販売を行っていた。ありがとうございます。